はい、ご視聴ありがとうございます。トロピー大塚です。カード1枚について深く掘り下げて語っていくカードリーグへようこそ。マジックの戦略の中には、相手の行動を妨害することで時間を稼ぎ、自分のやりたいことをやるという、ね、戦略が多く存在します。今回そんな妨害するカードの中でも、ひときわ異彩を放つ1枚、つどめの月について語っていきたいと思います。それではテキストを読んでいきましょう。つどめの月、基本でない土地は山である。マジックにはテキストが短いカードは強いという格言がありますが、まさにそれを体現するかのようなシンプルかつ強力な効果を持っています。ただこの効果をパッと見て何が強いのか、そもそも何を目的としたカードなのか、いまいちわからないという人も多いと思います。まず基本でない土地というのは、その言葉通り平地、島、沼、山、森、荒れ地、そして間接の基本土地ではない土地のことを指します。例えば繁殖池や廃墟の地などは基本でない土地というわけですね。それらが山になってしまうというのはどういうことか。それはもともと持っていた効果や土地タイプを失い、山と同じ効果しか持つことができない、つまり赤マナしか出せない土地になってしまうということです。地染めの月がある状態では、ディアルランドやショックランドなどの複数の色を出す土地は全て書き換わり、赤マナを生み出すだけの土地に。フェッチランドも土地を探すことはできません。例えば白黒青のデッキで、どの色もしっかり出るように続けて2色土地を並べていたところにこのカードが出てきたら、一気に手札のカードが何も唱えられないという状態になってしまいます。もちろん3種類を揃えることで意味を出すウルザランドやクリーチャー化するミシェルランドも何もしないほぼ無意味なカードになります。特に多色のデッキが多いモダンやレガシーのデッキは多くの2色土地を使用しているため、これ1枚で完全に機能不全に陥ることも珍しくはありません。とはいえ、基本土地には影響はないし、そもそも赤相手の場合や単色デッキでは、場合によっては完全に無駄牌になってしまうこともありますし、リミテッドではほとんど基本土地を使うため、1枚のカードを使うほどの力はありません。そのため、サイドボードに入っていることが多く、モダン以下の赤単デッキのサイドボードの代名詞と言ってもいいかもしれません。戦場に出してしまうと、自分特殊土地も全て山になってしまうため、自分が多色のデッキを使っている場合は、マナの出るアーティファクトやクリーチャーを用意することで、ある程度カバーすることができます。メインボードから採用しているデッキももちろんあり、それがモダンのブルームーンやレガシーのドラゴンストンピー、それから派生した赤単プリズンなど、特にレガシーは基本でない土地に強く依存している環境なので、この地止めの月はボロに刺さる上に、デッキによってはこれが倍に出た瞬間に何もできなくなるなんてことも珍しくありません。レガシーをやっていて赤を中心に据えたデッキと当たった時には十分警戒しましょう。ちなみに僕がマジックを始めたての時期に、フォーマットも何も気にせず大学サークルの身内で遊んでいたところ、このカードを出してきた友人がいたのですが、自分のデッキが格安の基本土地しか入っていないデッキだったため、全く刺さらなかったということがありました。カジュアルなデッキよりは、土地までしっかりとこだわり、競技レベルに仕上げたデッキをメタるためのカードと言ってもいいかもしれませんね。続いてはイラストやフレーバーについても語っていきたいと思います。地染めの月が最初に収録されたのはザ・ダークから、クロニクルで再録された後に間を空けて第8版と第9版に再録され、その後モダンマスターズ2017や25周年記念マスターズ、さらにダブルマスターにも再録されて、ボックストッパー版の拡張アートにもなった地染めの月も登場しました。ザ・ダークやクロニクルに収録された地染めの月のイラストは、赤みがかった夜空に赤い輪郭線のついた月が描かれているイラストになっていますが、第8版で再録されてからは月自体が真っ赤になり、さらに注意の呪いのような赤いもやが月の周囲と大地を覆うようなイラストになっていて、基本でない土地を山にするという能力が視覚的に分かりやすい形で表現されています。またフレーバーテキストはザ・ダークからダブルマスターズの通常版までは同じですが、ボックストッパー版だけ新規のフレーバーテキストになっています。通常のものは陰鬱な光が見渡す限りにあふれ、全てをシンクに染め上げたというイラストと能力を表現するような文言のフレーバーテキストになっていますが、ボックストッパー版はシンクに良くしたこの土地からはかつてのような安心と保護は得られず、敵意以外の何も生まれないというものに変えられており、特にかつてのような安心と保護は得られず敵意以外の何も生まれないという部分は、まるでこのカードを使われたプレイヤーの心情が出ているような、そんなフレーバーテキストになっています。さてこのように強力な地染めの月ですが、ルール上どうなっているのかわからない状況になることも多い一枚でもあります。では突然ですが、ちょっと簡単なルールクイズをやってみましょう。まず1問目、あなたは今ヨーグモスドフンボアーボーグをコントロールしていて、対戦相手が地染めの月を戦場に出しました。さてでは他の土地は沼タイプを持っているでしょうか、持っていないでしょうか。正解は沼タイプを持っていないです。地染めの月の効果によってヨーグモスの墳墓アーボーグが山に変わってしまっているため、ヨーグモスの墳墓アーボーグの能力は失われてしまいます。
ですので他の土地が沼タイプを持つことはできません。詳しくは依存というルールを説明しなければいけないのでもう少しややこしいのですが、長くなるのでまあこんな感じで覚えておけばプレイ上は問題ないでしょう。さて続いての第2問目はちょっと難しいです。血染めの月がある状況下で土地とクリーチャーの2つのカードタイプを持つドライアドのアズマヤをセットしました。その時ドライアドのアズマヤのカードタイプはどうなるのか、クリーチャータイプは変わるのか、自身の色はどうなるのか、生み出せるマナはどうなるのか、それぞれについてお答えください。さあ皆さん分かったでしょうか。丸1に関しては変わらないが正解です。地染めの月があってもドライアドのアズマヤは土地クリーチャーのまま、地染めの月は土地タイプとカードに書かれている効果を変更するカードで、カードタイプであるクリーチャーであることは変わりません。丸2はこれもドライアドのままです。1と同じように地染めの月は土地タイプを変更するので、クリーチャータイプであるドライアドには何の影響もありません。丸3も緑のままです。カードの効果を失わせる効力がありますが、色を指定する表記は色指標と呼ばれ、カードに書かれている効果を変更する効果では変更することができません。丸4については赤罠が出るが正解です。森は土地タイプなので基本土地でないドライアドの集まりは山になり、赤罠を生み出すことになります。まとめると地染めの月が置かれた状態のドライアドの集まりは緑の11の土地クリーチャー、そして山ドライアドということになります。実際のゲームでは他にも色々と判断に迷う状況になることが多いカードでもあります。そういう時はジャッジ4で判定してもらいましょう。またですね、こういうややこしいルールが好きだなっていう方はね、ジャッジを目指してみるのもいいかもしれませんね。最後に関連カードを紹介して終わりたいと思います。最初に紹介するのは月の大魔術師クリーチャー版血染めの月というカードで、3マナ22とサイズは小さめ、クリーチャーであるため除去されやすく、対戦相手をロックするという使い方の場合は地染めの月の方が除去されにくい分強力ですが、逆にクリーチャーであるメリットとして攻撃に使うことができるためメインボードでも腐りにくいというメリットがあります。またクリーチャーであることで直接ライバリーから場に出せやすかったり、他の大事なカードを出す前に除去を使わせて本命を出すまでの時間稼ぎができたりと、テクニック次第で色々な使い方ができる一枚です。次に紹介するのは地染めの太陽、イクサランの総国で登場した地染めの月の編集で、こちらはマナ能力以外の能力を失わせるという変わった能力を持ったカードです。登場時のスタンダードではラムナプの遺跡や水没遺跡アズカンタなどの強力な土地を無効化させたり、進化する未開地なども使えなくさせたりすることができたため活躍しました。またワンドローがついているのも嬉しいところですね。ちょっとした小技としてタップインランドや水源の原野などの場に出た時のデメリット能力を失わせることもできるので、そういった土地とは非常に相性のいいカードになります。最後に紹介するのは鉱山の月、血に染まらなくなりましたが効果は血染めの月を受け継いでいます。特定の基本でない土地カードを選び、好きなマナを出せるようにする代わりにその土地タイプと能力を失わせることができます。血染めの月は太陽と同じように特殊土地を咎めるカードではあるんですが、こちらはピンポイントで対応することができます。血染めの太陽では対処できなかった睡蓮の原野を無力化できますし、ウルザランドも一周だけ指定すれば他の土地も1マナしか生み出せなくなります。このカード自身が1マナと非常に軽いので、相手が土地を使って悪さする前に十分対応できます。どれを使うかは自身のデッキプランと相談して有効に使いこなしていきましょう。というわけで地染めの月について語っていきましたが、いかがでしたでしょうか。シンプルながら刺さるデッキには非常に有効で、またねイラストも非常に綺麗なところが、魅力の一つですよね。皆さんも地染めの月使ったり使われたりしたことあると思うんですけど、そのね思いとかがありましたらぜひねコメントで教えてください。というわけで今回は以上になります。よろしければチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。トロピオツカでした。また次回。今日の負けはこちら。最後までご視聴いただきありがとうございます。よろしければチャンネルの登録そして高評価よろしくお願いいたします。またマジックのカードをご購入の際は概要欄のリンクからハレリアをぜひご利用ください。それでは次回の動画でお会いしましょう。